コショップもそうい,いのえです。今回はアンダー,アーマーの公式ナイアッシュグラブ、え日本製のつですね。最上級のグラブこちらのえ修理後アップしていきたいと思います。えこちらなんですけれども、ちょっとまずはですね見えない部分でえ手のひらえそして、えー まあ、えー、手入れる部分ですね。裏側の間に1枚、えー、皮入れさせていただきました。えー、薄くなってきて、えー、よく使っていただいているグラブなので、薄くなってきてですね、キャッチングの時にいっていう形で、えー、どうしても逃げる癖がつけないようにっていう形で、えー、1枚ですね、えー、裏側の方、えー、させていただきました。えー、裏側の方ですね、貼り付けたところはですね、写真等で。 取、えー、らせていただきましたので、えー、またですねブログ等で雨風呂アップしていきたいと思っておりますそしてですね親指のところ、えー、擦れて穴が開いていたのでこちらの方う破れ修理の方もしておりますそして、えー、グリスの交換の方も,方もしっかりさせていただきました そしてですね、親指針、小指針とサービスにて、えー、交換させていただいております。えー、そしてですね、型の方がどうしてもちょっと崩れがちっていう形だったので、もともと逆巻き、よく開くグラブっていう形だったんですけども、えー、幅広くですね、えー、使っていきたいっていうので、えー、もっと、 え、深めでガッチリっていう形だったのでですね、こちら通常巻きの方に戻させていただきました。ちょっとですね、かトの方も深くなって、より使いやすくなったかなと個人的には感じております。またですね、お客様にですね、確認しながらやっていこうかなと。 思いますそして最後にです、ね、メンテナンスの方を行っておりましてこちらにて安心してお使いできる、えー、グラブにさせていただきましたなのでこちらのグラブ、えー、まだまだ使用が可能となっておりますので、えー、このグラブでですね、えー、ぜひね怪我なく楽しく役の方を続けていただきたいと思います。でではこちら以上ですありがとうございました